はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。うい、うい、ということで、えー、本日はですね、えー、こちらの2021年1月最終武器の性能っていう、まあ、ゲームウィズさんのページがあるんですけれども、まあ、昨日動画を上げた際に、スターレジェンド10連ガチャで、俺はちょっと、この、ライトニングシュバルツ、まあ、今回ね、最終上限解放される、えー、適用内の一本の武器をちょっと注目しているよっていう話をしてたんですけれども、まあ、その時にですね、まあ、あの、あ、そういえばこ、こ についての言及してなかったなっていうふうに思ったんで、まあちょっと今回、えー、ゲームビーズさんこちらのページがねすごいうまい具合にまとめられておりましたので、まあちょっと見ながら俺この武器期待してんだね。 っていう武器の話をしていきたいなというふうに思います。やっぱ皆さんとしてはね、このディスティニー、ディスティニーパンチが、まあ、ちょっと気になってると思うんですが、まあそれ以外にも世の中いっぱい武器はあるんですよと。武器がこれしかないと思っていないかねと。まあそういったね、えー、ま話をしていきたい。はい。それじゃあ、早速やっていきましょう。うん。 今回の BGM はシャドーバースでお送りいたします。で、えーまあ、このあたりね、わかりやすいですね。今回最終上限回をが実装予定の武器はこちらえ。ミランダ先生、ヒノイシュ、ベイン、フィオリト、ツチベア、バンピーベス、で、あずさ、ショウ、ヒカリルナール、ゼヘク、 闇アルベールアーサー、ということで。まあ、やっぱり、注目されてるのは、一番実用的になるのはディスティニーネッコーでしょうね。宿命鉄拳です。でこの武器は、ね、シュラスキルを持っておりまして、自分の HP が、えー、20%減るよと。まあ、だから排水系がね、初手から排水できるっていう魅力があるんですが、まあ、スキルレベル10の時点ですら使われておりましたので、まあ、これが4突でどうなっちゃうの私たちっていうところ。 心ですよねディスティニーナックルの一番の奇遇点としましてはまあ、あのーあのー、先人がいるんですよ、この世の中に。はいまあ、というのも黒龍のアギトっていう武器なんですけど、あすいません、ああののの俺俺ここの俺やってるんですよあのまるで今やってないかのようなログインページが表示されましたが、あのやってます日課は、日課はそこそこにやっております、信じてください。うん あのー、黒竜のアギトっていう非属性の武器があって、この武器がですね、えーと、あれ、刀だよな、黒竜のアギトって。剣だったかもしれねえ。<laughs> 剣と刀、わかりづらいんじゃ、あれ俺持ってない、いや、倉庫に眠った黒竜のアギト。刀だよね。よいしょ。えー、武器がありまして、工場系の武器で、あのー、すでに存在してるんですね。工人費用修羅。 っていうスキルレベル15の武器なんだけど、この、公人、費用。費用が微妙だね。そう、費用スキルがいらなくて、あのー、まあ、こういう、わけわからんスキルがついたらちょっときつい。費用とか、剣手とか、ついたらちょっと嬉しくないですよね。何がついたら嬉しいかっていうと、ま、公人がつく。まあ、もしくは、えー、これ排水小なんだけど、たまにあるのが、排水中にアップグレードされる。 系統ですよね。攻撃力が上がるのが、まあ、素晴らしい、えー、上限解放になると思うんですけれども、まあ、なんか、なんか土地狂ったら、ちょっと変なことになるかもしれない <laughs>。って感じかなうん。 まあ、メイン武器の性能として見ていくと、風追撃っていうのは魅力的に見えなくもないんですが、え、世の中にはですね、えっと、クリーピー、クリーピークローっていう風属性の拳がすでに存在しておりまして、同じ。同じ武器種である格闘武器の中でも、扇効果で味方全体に追撃を付与するっていうクリーピークローがあるから、まあ、扇面で言うと、特に言うことも同じ。まあ、これと組み合わせる感じなんだけど、メイン武器運用としてはクリーピークローの方が、 まあ、評価的には高いかなっていうような感じかな。まあ、メイン武器ではなく、えー、サブ武器としての運用。で、スキルとしては、まあ、単純に火力強化を求められている。耐久力強化ではなく火力強化。あと、扇部分じゃない、なんか、費用とかつかないことをの求められてる。ってのがディスティニーナッコかな。うん。まあ、これが一ちゃんヒットそれ以外の部分で言うと、まあ、 俺の、俺はき、あの、まあ、ちょっとじゃあそれは置いとこうか。入手難易度の話をしよう。まあ、結構ね、今回の武器は新しいキャラクターが多いんですよね。一番古いのがベインじゃないかな、多分。ベインだけ唯一一ちゃん古くて、二番手がバンピーベスじゃないこの流れ。 うん、俺の中の記憶に間違いがなければ、まあ、ベインが一ん古くて、まあ、バンピーベスが2番手ぐらい、まあ、3番目ぐらいにフィオリトとかショーとかが来るんじゃないかな、うん、フィオリトショー、まあ、あとは残りめちゃくちゃ新しいですよねこの辺りは。うん ま、四突になるのは少し時間がかかるからもしれないっていうような話はちょっとしておきたいですね。ただま、ブロッサムアクスはなんか無料ガチャ回したらいっぱい出たから四突運良くできるわーみたいな人はそこそこいそうですね。ちょっとじゃあベイン見てみようか。ブロッサムアクス。扇効果は水属性ダメージと防御アップ。で、スキルが紅人台と先制の氷壁ということで。ま、おのぶきですね。斧っていうところでま、まず見た目、あのー、ワンチャンありはす かもしれないね1つ目。というのもあのー、水の槍ってすげえ優秀な武器がすでに存在していてこれワムジュスナイダリアですね。でまあ,あのなんで斧のつったのに槍って話したの,って,したのって話なんだけどあのー、あれだね名前なんだっけ あの新ジョブ、ごめん、新ジョブでもないんだけど、化けたジョブが世の中には存在いたします。このアプサラスですね。このアプサラスっていうジョブがいまして、このアプサラスっていうのが、サポーアビで装備している槍と斧の数に応じて、えー、自分の攻撃性能を大きく上げるよっていうサポータービリティとかを持ってるんですよ。一アビも、えー、斧と槍の数に応じて性能が上がるんですけど、だから、まあ、斧と槍、まあ、斧武器っていうのは、まあ、斧と槍で考えてアプサラス アップサラス運用っていうのは、まあ、まず真っ先に思いつきがちなんですがうん。 ま、その時にですね、えー、まず採用できるっていう部分は一つのメリットになってるんじゃないかななんていう風に思います。ま、やり武器も存在しているからアップサラスと絡めて5本みたいな、そんな形は達成しやすいかなっていうような印象です。で、えー、標壁スキルはバトル開始から8ターンの間水キャラの防御力上昇ということで、まあ、これに関してはね、僕は95ヘルとかだったらま、ワンチャンあってもおかしくない。まあ、別に望んで作る武器ではないとは思うんだけど、 まあ、ワンチャン8ターンって考えるとまあ8ターンはね大体いいそうですねフルオート扇オフフルオートで95ヘルしばけるよっていうぐらいのラインかな。 まあ、早い、早い時はもう3ターン、4ターンになってるんですけど、前回の風より古戦場は4ターンだったかな、フルオートですら。うん。フルオートですら3ターン、4ターンとか、まあ5ターンぐらいだったんですけど、まあ何にせよ、あので、150ヘルは大体12、3ターン短くて、でな、長いと16ターン、17ターン、20ターンとかなるんですよね。なので、まあ、その、その、 くらいになっちゃうとちょっと入れづらいかなって感じはするんですが、まあ、あの、8ターンの間に仕分けるよっていう敵がいるのであれば、まあ強いわけですよね、この武器スキルは。防御力上昇と。うん なので、まあ、95ヘルでポン刺し、安定求めてポン刺しみたいな。扇オフフルオートで、なんかちょっと攻撃を食らいやすくなっちゃうけど、先生の氷壁で防御力上げて対応みたいな。まあ、そんなことあるかもしれないですね。まあ、あとはちょっと扇効果がね、防御アップとかいう、まあ、わけわかんない感じになってるので、あの、味方全体の防御アップ連撃続攻撃確率アップみたいにしても、まあ、悪くは、サティフィケートぐらいの扇スキルをもらっても、まあ、別にバチは当た 取なさそうな <laughs> まあちょっとね。昔の性能をしてますよね。どれぐらい魔改造されるのか楽しみですね。うん。 ま、レベル150で第2スキルとかつくんじゃないかなっていう感じはしますけど、何が欲しいかなあま、槍で言うともうすでに、あの、あいつがトライデントだっけえっと、優秀なやつがあるんですよね。リミテッド、リミテッドアトランティスか。そう、剣手系防御アップ系統だったらアトランティスっていうやつがあるんで、ま、ちょっとこいつらに食い合わない形、どうだろうなま、面白いなとは思うのは、シュラ <laughs>。 シュラあっても面白いかもね。氷壁で防御上げてシュラで HP が減るっていう。ちょっと排水に寄せるっていう。新しいね。えー、まそんな形はいかがでしょうかという。適当な提案をしておきましょう。うん。まあ、そんぐらいかな。まあ、他の武器、上から見ていこうか。チャーミングブルーム。えー、武器スキルとして、これはあれか、杖か。これは武器種的には何なんでしょうかね。 えー、杖ですね。チャーミングブルーム。杖で、扇効果が味方全体のバリア。えー、公人守護っていう感じですね。まあ武器スキルについて特に言うことはないんだけど、奥義の味方全体バリアはちょっと面白いかなーなんていうふうに思ってます。というのも、あの、奥義全体バリアって、火属性においては少しなんか意味があって、うん。あの、バレンタインスカーサハ。 バレスカですねこのキャラクターがサポートアビリティでバリアが付与されてる味方にひ撃っていうのがあるんですよねそう <laughs> まあこういうのがあると面白いよなでこれで今ふと思ったんだけどさ初手でバリアつける武器スキルとさなんか優秀なトリプルアタック確定プラスバリアバリア使用時に追撃あでもなんか面白そうだね今なんか急にビビーンときたわ バリア付きスキル、バリア、初手でさ、バリアを付けるスキルがあるじゃないですか。火属性で言うと、パーシバルかな。パーシバルの武器がね、えー、バルテール。バルテールじゃねえや。ローエングリーンか。これが、えー、スキルで、先生の炎壁、ヒキャラの、あー違うわ、演壁か。なんか初手でバリア付ける、結界スキル持ってるやついねえのかな。あの、結界スキル持ってるといえば、あ、あいつっすけど。 なんかトレジャー、トレハン関係の武器であったんだけど、うーん、あ多分星マークだと思うんだよな、あったとしても。OD 現象。えーっと、これはルーンは連撃上昇。あのね、宝箱、なんか宝箱ロットが世の中に、光だっけなー光だかなんだか忘れたけど、杖、杖だった気がする。よいしょ。 あの先生の結界スキルっていうのが世の中に存在するんですよ闇属性で言うとあのー、アヌビスのアヌビスだっけアヌビスやってたら何かしらで手に入ったような気がするんですが、まあ、その武器とかでバリア初手でバリアつけてで今バレンタインスカーサハの話したんだけどバレスカで追撃枠1個増やしてぶん殴るみたいななんかちょっと面白そうじゃないですか なそういう、そういう使い方が、まああるんですよね。なんチャーミングブルームには。えーと、どこだっけな。もう昔すぎて。 あの2あまあまあブラックダークネスがあの結界持ってるんだけど先制の黒の結界バトル開始時闇キャラにバリア効果ということでまあこう,こういうのと組み合わせて何にせよねまあ何にせよ奥義でバリア効果があるからバレンタインスカーザ派のサポータービリティ、えー、バリアが付与されてる味方にひ追撃効果っていうのを合わせたりしたら面白いかななんていうふうには思いますね黒のショー白のショー でベルファスト、うん、奥義効果味方全体風20%ダメか排水大賢秀賞火で言うと排水ですか排水賢秀っていうのは面白いですね現状のあの貴属性の武器って 犬種があんまりこう激ツじゃないことがまあ別に弱いとは言わんけどドスだよねまあドスで犬種自体が高いわけじゃないからまあその辺りでちょっと新しい風にはなるかもしれないまあドスは優秀っちゃ優秀なんだけど排水大犬種中技工省っていうことなのでまあこのベルファストが排水大犬、えー、種賞っていうふうに考えるとまあ新しい、えー、風になったりするのかもしれないかなうん。 ちょっと面白そうだよ、ね、で、えー「やりぶきで」でベルファスト「槍りき」で「風ダメか」になってるからまああのー、あれとも組み合わせたいかなっていう感じはする。スパルタ 防御性能、防御性能を上げて高難易度攻略とかそういうのを考えるとメイン武器運用としての可能性もワンチャンありますね。で、さらに言うと、あの、火属性にはアテナがいますから、アテナは火ダメージを風に変換スキルがあるんで、まあ無属性相手にもね、お前、お前火属性なっつって、あの、クラウダメージをね、えー、がっつり抑えることが可能になってるんですが、この新純アイギス、三ターンの間ね、火ダメを風属性に変換。 だから、まあ、ベルファストの扇効果の風ダメ化っていうのが行きやすいかなっていう印象。ちなみに奥義の風ダメ化とさあの、アテナの、アテナの一夜日のダメ化って重複するんですかね俺はなんか重複しないような気がする。ちょっとベルファスト用意して触ってみようか。えー、これで、スパルタ、まあ、スパルタでメイン武器で、まあもうまあ、試してみましょう。とりあえず試してみようか。うん さすがにねえよな、ベルファスト。最近引いたんだよね。SSR、日の槍で、ノイシュ。いるかな、ここにベルファ。あ、いたね。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん。まあ、ただね、無凸1本しかないので、4凸で激烈に強くなったぞ。うおー、言われても、多分ね、<laughs> 使ってあげることが世の中にはできないという悲しい定めがあるんですけれども。これで、アテナを用意して、どこだーい私だよ。これで、アテナ。 でよいしょ。じゃあとりあえず、扇を、音を、バフ効果がめちゃくちゃ多くなって、わけわかんなくなっちゃうよ。扇効果打つじゃん。扇を打ったので、今、ダメ化が発動しました。えー、風属性の火ダメを20%カットする状態、残り2ターンっていうのがついてるんだけど、アテナの一夜火を打ったら、世の中どうなっちゃうんだい ああ、そうだね。上書きしてますね。風ダメの火ダメ40%パーカット。ということで、まあ、あってんな、まあ、あの、変換効果が残り3ターン。3ターンなんだけど、風ダメかが、あのー、 40%、1ターンになってるから、まあそういうふうに考えるとですね、まあ、どこういう40%カットの上書きで後々奥義を打つっていうのは、まあ有効では、有効打になりますよね。ダメージをまあ比較的抑えやすいんじゃないかな、なんていうふうに、ベルファスト君はそう思いました。はいそんなな感じかな、うん で、次、ベスチャン人形。まあ、入手しやすいかもしれないっていうスキルなんだけど。ま、あこれ面白いよね。心境中、音調症ということで。まあ、音調は HP と、えー、弱体耐性が上がる武器スキルですね。音調か。ベスチャン人形って武器種何なんだろうことか格闘なんですよね。多分さすがにことに、あ、ベスチャン人形あるわ。ベスチャン人形はね、うーんと SS、SSR。 ベスちゃん人形は心境音調なので、まあこれは単純に四凸が楽しみな武器になってるんじゃないですか。まあ楽器の奥義で魅了効果でいうこともあって、これはあのいいですよね魅了。奥義で魅了を持ちつつ心境音調って考えたら、まあなんか、なんか使い道ありそうな武器ですかね。なんかあれより使えそうだね。水のさ、<laughs> 水のあの杖のさ、 最近、なんか、キャラクターが出た。ネーレウスの杖。これより使いやすそうじゃねえかよ。心境、水の心境といえばね、俺の中でネーレウスの杖ってイメージがあるんですが、ネーレウスの杖より強そうな <laughs> 武器が来てますね。これはあんちゃんあるね。で、弱体耐性アップっていうのが、まあ、楽器で持てるのはちょっと面白いなと思ってて、うん。 というのも、水属性、えっ、ー、と、あれですね、俺が面白いな、なんていう風に思ってるのは、このエリュシオンだね。エリュシオンも結構、あの弱体耐性が高いんですよ、結構。んなんて言おうかな。コンクルージョン。コンクルージョンサポートアビリティ。何かしらね、弱体耐性が高い効果があるんだよなー。なんか忘れたけど。 なんか忘れたけどそんなんがあった気がする。で、レベル20で、なん連撃が上がるみたいな。 味方全体がそれぞれの強化効果の数に応じて連撃アップっていうサポートアビリティ得たのと、ま、あと、一夜日強化ですよね。一夜日が強化されて、属性、持続性攻撃アップ。そう、弱体耐性アップ、累積。だ、これだ、これ、これ、これ。コンクルージョンが強化されて弱体耐性アップっていうのがついたから、温調スキルと組み合わせて弱体を避けていくスカスカみたいな。まあ、そんなのはあるかもしれないな、なんていうふうに思いました。ちょっと怖いから、今のうちに倉庫に入れとくわ。あれ、ベルファストは ベルファスト装備してるから、あの、ここのリストにねえのか。うん、ということで、まあ、ベスチャン人形の音調は、ちょっと触ってみたいですね。なんか面白そうかな、なんていう風には思ったりするんですけど。いかがでしょうかねえ。<laughs> いかがでしょうかねえ。課金。あれ嘘あれ、ベルファストなんでこんな、な、な、トライアルバトル <laughs> あれあ、トライアルバトルいるくせ、そうや。 これでトライアルバトルにいるからあついに入れられましたね倉庫なんかベルファストはちょっとうっかり砕けないからな怖いからちょっと入れとこうよでエム、えー、ブラスクデミクロン味方全体にカウンター火だめ1回後陣台必殺書 面白いですねただまあ,あの味方全体に火だめカウンター部門でいうと土属性にはもうすでにね剣で火だめカウンターを持っててなんかもっと優秀そうなやつがいるんですよねワールドエンドっていうんですけどこいつが扇効果で火だめカウンター3回土キャラに火だめカウンター3回っていうのがあるから <laughs> まあ扇効果面でいうとエムブラスクデミクロンあれこれ剣だよね普通に考えて。 m ブラスクデミクロンは剣だと思うんですけど、まあちょっとそれを上回れるビジョンは見えないかなっていう感じはする。必殺スキル持ってんのは偉いっすね。うん。癖なく使える必殺スキルがあるのは面白いなというふうには思うんですけれども、はい。まあこの m ブラスクデミクロンが、 えー、ワールドエンドに勝っている部分としてはエムブラスク・デミクロンは味方全体に火だめカウンターなんですけど、えー、ワールドエンドは土キャラに火だめカウンターなので多属性で持ってくってことかな <laughs> 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 そんなこと言われましてもみたいなメリットがありますね現,環境現状だとね、うん、んなこと言われてもだよな で、えー、次、バーベル。扇効果。これ、斧です、バーベルは。えー、味方全体にストレングスで、後陣大守護中。うーん、まあ、まあ、微妙だよね。斧でしょランバージャックのメインか。ワンチャンにしてもかな。まあ、結局、四突で負けるかはわからんけど、あまあ、まあ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 、あんま使わなさそうに見えちゃう。パッとは思いつかんね。 で、同時切り安綱。これが、あの、あずさですね。扇効果が自分が効果中必ず TA。うん。で、スキルが乱舞中期交渉。ま、あスキル是非は置いといて、効果中必ず TA 持ちの刀っていうのはなんか面白そうですよね。あのー、剣豪が最近流行ってんだよな。最近剣豪がすげえ評価高くて、あのー、 フルオート、ルシ HL フルオートとかもね、意外と剣豪が使われてるんですよね。まあ、僕マスターレベル上げきってないんですけど。えー、第一スキル強化がすげー強いんだけど、まあチェインバースト発生時、チェイン数に応じて味方全体を強化するよっていう不動地心。 で、レベル30で強化されるのが、一アビを使うだけで、扇ゲージが50%上がる。まあ、扇を打ちやすくなるんですよね。で、奥義が打ちやすくなるっていうふうに考えると、まあ、この同時期で安なるの奥義効果、効果時間中必ず TA っていうのは、まあ、あの、扇を撃った次のターン、 にどうなっちゃうのみたいな時にね、TA したりすることができるんで面白いかななんていうふうに思います。まあ、ただ、まあ、無名、兼重を超えるビジョンが見えないかなっていうところが、まず一つ、そういった運用するのであれば。うん 扇ゲージの配布においてやっぱあの無名金重超えるものはないんであの主人公の扇ゲージ50%アップするよとか扇発動時味方全体のゲージ上昇量10アップだよとか扇、うん、効果で味方全体のゲージアップだよとかまあやっぱ扇パで言うとね無名金重抜くビジョンは見えないからまあ同時期り安綱のメリットとしてはあんまりないのかもしれないあともう1個効果時間中必ず TA って俺まだ確認してないけど絶対他にあるからな <laughs> <laughs> この同時切り安なだけのメリットでは間違いなくないので、うん、まあただ刀ジョブがきたあの刀で優秀なジョブが来た時に奥義を使って TA 確定させて次ターンにバーストみたいな動きはできそうな気はするね、まあ、<laughs> まあ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 同時桐安なでやる必要はないのかもしれんけどその話でいうとね、うん、でこれこれね結構期待してる「君と僕の桃色水平線」 扇効果が自分に弱体無効ということで、まあ、あの、杖ですよね、これ。これ、杖だよな。君と僕の桃色水平線って、俺の記憶が正しければ、杖だった記憶があるんですけどね。よいしょ。あ、杖だね、やっぱり。えー、で、音調守護ということで、まあ、マウント持ちながら音調が上がる。音調ということで、HP、え、が、ー、防御力が、違うわ、弱体体性が上がるっていう感じになってるから、うん。 まあちょっとなんか弱体耐性ねー弱体耐性ねー <laughs> まあ弱体耐性ねーちょっとあんまりあれだよなまあ、ダブル守護だよねあのー、メリットとしてはそうこの武器スキル温調に主語がついてるから主語守護なんだよな HP を大きく伸ばせるんじゃないっていうところの運用にはなるかな まあ、扇効果のマウントっていうのはすげえ面白い効果になってるんだけど、光属性は、まあ、あの、バレンタインアグロバルとかいるから、まあ、ちょっとマウントとマウントで被るっちゃ被るよな。まあ、マウントとマウントが欲しい状況ってないわけじゃないから、まあ、メイン武器としての運用のフルオートとからだったらワンチャンあるかもしれないですね。うん。まあ、ダブルマウント編成とか。まあ、扇でね、えー、マウント持ってる。これが全体化したらワンチャン熱いよね。うん。自分にマウントだけだっていう感じかな。 で、えー、コールブランドこいつおもろいねえっ、ー、とアーサーの武器だねアーサーの武器なんだけど味方全体にストレングス大きい効果で持ちながら剣手大費用賞まあ剣手大と費用賞って割,割と悪くない組み合わせで、まあ、まず剣手大が優秀っていうのはもちろんあるんだけど費用賞の部分だねあのー、剣手大が欲しい時って高難易度が多いわけですよ防御力上げたいって ななそのまま動きたいとなると費用将ってかなり優秀で,でこの、あのー、高難易度で奥義を打たないっていうことはあんまりないじゃないですか。 何にせよだからまあ費用費用で奥義の火力底上げしながら剣士の代で防御力も高めていくっていうまあこのコールブランドは悪くない武器スキルになってるんじゃないですかまあ、4突したらさらに強化されるって考えるとちょっと期待が持てる武器な気はしますねうんまあこれでちょっと思い出したけど君と僕の桃色水平線ワンチャン強いかもな HP&HP っていうのも光って HP5 に稼ぐのちょっとむずいんだよねなんか HP 上がる武器ねえんだよな光 って HP がめちゃくちゃゃく高まりまます高る高まる,高まるみたいな武器ってなくてあの HP45 万高く持っても HP45 万みたいなこと結構多い気がする光って優秀な守護武器っていうのないんだよな優秀な犬種武器っていうのはすでに存在しててスレイプニルシューとか犬種大排水中こいつも優秀だよなまあこういった武器スキルを使う使いがちなんだけど あの HP 盛りますっていう安定感の高め方ってあんまりないから、まあ、そのあたりで君と僕の桃色水平線のダブル守護っていうのは何かに使ったりするのかもしれない面白そうですねはいで、えー、次ライトニングシュバルツまあ、これもね僕はあの前回の動画で言ったんだけど感電 関連が少ないんですよね世の中に関連効果を持ってるのが闇属性のアルベールとポセイドンとあと光のアーサーとドラえもんと米津玄師ぐらいかなだからまああの関連効果って結構今希少ででまああの関連関連レベルによって大きく上がるハイパーリミテッド米津玄師が来たらワンチャンありえるよね うん、まあ、感電レベルを上げやすいよっていうところでメイン武器にライトニングシュパルツを装備したジョブで、みたいな、うん。まあ、そういった動きはワンチャンあるのかななんていうふうに思います。光攻撃ダウンも偉い部分だね。はい。ということで、まあ、ワンチャンの採用の余地があるから面白そう。で、ミミングバゼラード。これ探検だね。闇ダメージ。自分の TA 確率アップ。奥義ゲージ20%アップ。うん。切波切り。これは、 わからんなぁ。4突進とわからんかな自分の TA 扇ゲージ20歩アップか。うーん、ないかな。<laughs> パッと思いつかんかな。うーん、そうだね。ちょっと期待ですかね。はい。ということで、まあ俺の中でイメージとしてはそんな感じだね。まあこれ、こういう文字列を見てて、やっぱパって見るの大事だよね。 こうやって見ててすげえ思ったのがささっきも言ったけどチャーミングブルームでバリアでバレスカーっていう話をしたじゃないですかだったらせんあの結界スキル 結界スキルを用いて、なんかバリア、無理やりつけて、初手からで。そこからバレスカでぶん殴ったらどうなんだろうとかは、まあちょっとやっぱ、派生した考えができるような。今パッて思いついたし。まあそのあたりとか考えると、こうやって武器スキルを見るっていうのはすげえ大事なことだと思うんですが、まあ何せよ今回のね、上限解放武器はこんな感じでした。はい。まあ面白そう、なんか思ったより面白そうだなって思ったのは、ベスチャン人形プラス、えっ、ー、とー、あの、コンクルージョン。<laughs> エリションだね。うん。とかは面白そうかななんていう風にも思ったりとか。うん。弱体絶対カット編成みたいな。できたら面白いですね。なんていう風に思ったりしております。はい。皆さんももしご意見あれば、下のコメント欄に書いてみてください。それじゃあ、またお会いしましょう。じゃあね。ミザでした。